なんかさ、ハンダゴテとか使ってさ、ハンダゴテだっけ、なんか何で作ったか、どうやって作ったのか全然覚えてないんですけど、こういうさ、めっちゃ透明のさ、技術の授業でさ、このめっちゃ長い、めっちゃさ、これなんかこの延長コードを授業で作るってなって、なんか私あのなんだっけ、でもその当時別に家で延長コードに困ってなかったから別に必要ないんだよなって思いつつ、でもその長さを選べたんですよ、このコードので、めっちゃ私どうせなら長いのにしようと思って、めっちゃそう、めっちゃ長い、一番長くできる最大限くらいの長さにしてもらったんですけど、で選んだんですけど、でこれをここに越してきて3年4年くらいずっと使ってたんですけど、なんかいよいよ型が来て、なんか接続が悪そう、これさ一回外してさ自分でなんか直せないかなって、すごい今これも困ってる、なんかここが多分ダメでびっくりしたの私。いいねありがとうございます、お星さんもありがとうございます。私びっくりしちゃって、もうあのね、えなんか今ね本当なんで充電されてないのと思って、原因を突き止めるべくねこの延長コードを見てたんですけど、えそしたらなんかピカって光って、ここのここの中のここが、でもよく見たらね確かにここ切れてるんだよね、切れてる、この線が離れちゃってるだよね、これでも直せそうって思って、今どうやって外せるんだろうって、外し方をじゃあ頑張ってた。ハートありがとうございます。ショートかな、なんか火花って感じ、パチッって感じじゃなくてなんか光った、光ってた、どうやって外せるんだろう、これ電流流してないから別にここ危なくないよね、外しても怖いよね、でもちょっと困るから、ハートありがとうございます、お星様ありがとうございます、感電しないように気をつけるね、ドライバーがないと分かんないかな、あー本当だ、ドライバーがないと分かんないやつだ、直したい、ちょっと直せたら報告しますっていう、なんか技術の授業の作ったやつなんです。でもこれをさ3年4年ずっと使ってたんですけど、すごくない、なんか私全然期待してなかったんです、この技術の授業で作ったものに対して、なんかラジオとか作るじゃないですか、そういうのあんまり期待してなかったんですけど、めっちゃ長持ちしたくない、結構長寿長生きしてくれた、 もっと期待してなかったんです、なんかとりあえず引っ越してきて延長コードそう必要だなと思って引っ越す時に持ってって、まあなんかいずれちゃんとしたの買えばいいし、とりあえずのつなぎでいいやって思ってたんですけど、めっちゃ長持ちしてくれた、よく頑張ってくれたよ、ありがとう。まあ買えばいいんですけどね、買ってしまえば早いんですけど、と私はちょっと諦められない、そう思い出の延長コードいや別に思い出はそんなないんですけど、そうでもこれがねやりたかったんや、そうでもびっくりした、焦った、配信しようとしたら充電がないし、でも延長コードがないとこの配信しながら充電できないんですけど、今もう充電器のさ元の線をめっちゃ最大限に伸ばしてめっちゃ頑張ってる、めっちゃもうめっちゃ突っ張ってるの、ここ皆さんの画面に配信の画面外で今充電器がとんでもなく突っ張った状態で刺さってるんですよ、実はなんか欲しいところにこうコードのさ線のあの穴がなくないですか、コンセントの穴なくないですか、意外とここに欲しかったなみたいな、変なとこにない、なんか作りたい
穴掘りたい金メダルありがとうございます。そう、家具の配置とか困るよね。わかる。金メダル、金メダルで思ったんですけど、私本当にオリンピック、クマさんありがとうございます。このクマさんは何モチーフクマさんなのかよく分かってないんですけど、水色の可愛いクマさんありがとうございます。金メダルで思ったんですけど、私オリンピックの競技のこうなんかがどうなってるのか一個も知らないんですよ。なんか別にこれは別になんかハリーのってオリンピック見てないよマウントとかそういうのじゃなくて、そういうなんか子供のそういうのじゃなくて、本当に見てなくて、でも何から見たらいいか分かんないし、いつ放送してるのかも分かんないし、なんか気づいたら終わってるっていうか、なんかなんか私の知らない世界で、そう一つも見てなくて、なんかだからその一個も知らないんですよ。そのなんかなんだっけ、日本が何の競技で勝ったのかとか、何位だ、どの競技で何位だったのかとか、そういうの全然知らなくて、そうなんか競技もなんかあのあれを見たから、なんて言うんだっけ、人のやつ、待って思い出したい、自分で思い出したい、なんだっけ人のやつ、ピクトグラムの、 あの人が人でピクトグラム作るやつを見て、開会式の見て、あこんなに競技あるんだだって思って終わっちゃったそうすごいてんてんてんって終わっちゃった。でも今日なんかちっちゃいもんが話してて、オリンピックの話してて、なんかすごく若い人がね、なんかチャイモンとかと同じくらいの年の子がなんだかの競技でなんだかしてみたいな、でえオリンピックってそんな若い人出れるんだみたいな、そういう話しててってわかる、オリンピックってそんなさ、なんかそんな若くして出れるものなんだって、衝撃すごくない？13歳、何の競技ですか、13歳金メダルだって、そりゃすげえわ。13歳の方が10、あスケ、そうだスケートボードだ、そう聞いたんだ、そうスケートボードって競技にあるんだって思ったんです、知らなかった、そう競技にあるんだと思って、え13歳13歳みたいな。くまさんありがとうございます。もうだからちっちゃいもんよりも年下ですよ。13歳って今何年生、小6、中1とか中2とか、いや恐ろしいね、すごいね、なんかそうだよ、青より年下の子が方がさ世界での大会に出てオリンピックですよ、で金メダルですよ、わけがわからん。スケートボードってすごいよね、どうしてさ、あのなんか宙に浮くじゃないですか、宙に浮いた状態でも足とスケートボードがくっついてるじゃないですか、あれってどうなってるんだろうって思う、重力逆らってない、大丈夫って思う、なんでだろう、磁石ついてるのかなって思う。スケボーでも新潟って結構スケボー兄ちゃん結構見るんですけど、私よなんか歩いてて、そうそんなしょっちゅうじゃないけど、新潟なんか初めて新潟来た時になんか駅前でスケボー兄ちゃんがめっちゃいて、それがめっちゃ印象に残ってるんですよ。駅南の方かな、どっち駅南の方かな、なんかスケボー兄ちゃんがめっちゃいて、えすごいなんか栄えてるのかなみたいな、なんかすげえと思って、私なんか
あのあれなんですよ、全然あんまり地元であんまスケボー乗ってる人見たことなくて、こうスケボー兄ちゃんめっちゃいると思って、すごいよね。スケボーって車道にさを走ればいいのかな。移動手段としてスケートボードをさ乗りたいときは車道を走ればいいのかな。まあ、乗る機会はないんですけど。スケートボードねやったことないんですよ。やってみたい。なんか昔ローラーシューズみたいなの流行ったじゃないですか。あれはね履いたことある。靴にスニーカーにローラーがついてるみたいなやつ。あれですね、私が乗れるのは。そうよくさ、それが流行ってた時期にさ、もうなんかお店とかでさローラーシューズ履いて店内でローラーシューズ滑らないで滑って移動しないでください危険ですみたいな張り紙よくされてたなって思う。懐かしくない？ローラースケートじゃないね、ローラーシューズですね。今ちょっと爪切っていいですか？刺さってて、あ、切れた。なんか角が刺さって痛い。切れた。あ、爪は今日のひなの生誕仕様です。こんなさ手元に爪切りあることあるって思ったけどありました。私爪切り持ち歩いてるんですよね。なんでかって言って自分が爪切りたいから。私結構なんか不意になんか爪切りたいっていう衝動に駆られるタイプなんですよね。なんか私ちっちゃい爪切りが好きで、なんかこれあれ私が使って爪切りこれなんですけど、これちっちゃいんですよ。わかる？小ささが表現できないんですけど、ちっちゃい面なんです。すごい細くてちっちゃいんですけど、でも私これじゃないと上手に切れないんです。なんか実家で大きいやつ使ってて、なんか私爪切るの下手だなって思ってたんですけど、このちっちゃいやつに出会ったから、そうすごい人生変わりました。めっちゃ切りやすいちっちゃいやつ。何の紹介？私のお気に入りの爪切り紹介です。そうなんです、可愛いでしょ。私が絶対持ち歩いてるもの、なんだろう。勝手に自分で話題を定義してなんだろう。爪切りと頭痛薬と、なんかなんだろう、ティッシュとかハンカチとかじゃなくて、ちょっと変わり種で絶対持ってるもの、携帯とかじゃなくて、爪切りとなんだろう、アイドルが絶対持ち歩いてるものは櫛と鏡とちっちゃい鏡と、あ、私目薬だ。あ、いいね、私目薬です。じゃあ私の三大常に持ち歩くもの、爪切り、頭痛薬、なんだっけ、あ、目薬。でも私お気に入りの目薬があったんですけど、どこで買ったか忘れちゃって、二度と出会えてない。パッケージも覚えてなくて、でも名前も忘れちゃった。めっちゃこれ使いやすいって思ったのがあった。で使い切ったんです目薬。私目薬使い切らずになくすタイプなんですけど、使い切ったんです。あ、コンタクトの予備も持ち歩いてる。なんか一回なんか大きめのステージに立たせていただいたことがあって、その時になんかコンタクトポロッと落としちゃって、眼球からこぼれ落ちて、コンタクトがか、それがね、あのなんだっけ、そうコンタクトが落ちて、自分も大変だし視力がすっごい悪いから、そうなんか
こう大きいステージ、まあ、公演ぐらいだったらまあ困るけど、まあなんかお客さんの顔が見えないなとは思うし困るけど、まあまあギリやってくれるじゃないですか。たまたま大きいステージの時にそれをやってしまって、めっちゃめっちゃね困った記憶がある。困って、でしかもそう、それで新潟じゃなかったから、それでスタッフさんが帰りに行ってくださったっていう記憶がある。コンタクトレンズたまたまそれで予備持ってなくて、でそれから絶対予備を持ち歩くようにしてます。もう怖くて二度とやりたくないやらかしたくないと思って。風船ありがとうございます。くまさんありがとうございます。そうでも私も最近シミ抜きを持ち歩こうかなって思って。くまさんなんだろうこれ、めっちゃ気になる。夏仕様かな、マリン的な、水平さん的な。風船ありがとうございます。メガネはあるんですけど、なんかメガネの方はちょっと動画弱くて、コンタクトよりがなんか物足りなさを感じるしメガネあんま得意じゃなくて、ここめっちゃ片付きやすい人だから、まあんま好きじゃない。メガネ新調したいんですよね。家でしか使わないから別に新調する必要ないんですけど、したいんですよね。審査員なの？審査員なの？何の審査？何を審査してるのこのくまちゃんは？全然わかんないんだけど、全然わかんない。全然わかんない。全然審査員に見えないんだけど、どこをどう見たら審査員？あ、猫ちゃんありがとうございます。ハート猫ちゃんありがとうございます。オリンピックか、そうだこれオリンピック仕様なんだった。全部そうでした。そうだっすね、それは審査員だわ。それは私が悪かった、私のせいでした。私に非があった。これはね視力の問題じゃなくて、もうあれですね、ただ私のこの絵を見て理解するにょのにょのまのま能力が足りなかった。そうでした。審査員だ。それは審査員だ。オリンピックについていけなさすぎて。でも。いつまでやってるんですかオリンピックって。そろそろ追いかけなきゃ、せめて結果だけでも知りたいと思いました。最近ニュースを見るようにしよう。朝とかのニュース見よう。朝と夜のニュース、なんか実家にいるとさ勝手にもうテレビがついてて、朝と夕方のニュースはもう見ざるを得ないものじゃないですか。だから8月8日 OK。そうだからなんか自然とさ情報を取り入れたけど、もう一人暮らしだとニュースをつける習慣がなくて、そうなんですよ。今日は全然話変わるんですけど、今日寺ひなの生誕祭だったんですよ。昼夜公演で、夜公演がひなの生誕祭だったんですよ。でひな以外のメンバーが
全員この髪型してたんです。エビフライ、エビフライ日本ヘア、ダブルエビフライ、可愛かった。なんかみんなこの髪型で、しかもチャイモンとマナヒナだからどっちも制服っぽい衣装で、そう、白シャツにスカートみたいな制服衣装って感じで、学校みたいだった。みんな三つ編みおさげちゃんで制服着てて可愛かった。そう、あれはひなの指定です。ひなからのリクエストです。そう、ひな可愛かった。そう、可愛かった。でもほんとさ、生誕祭見てるとすごいなんか幸せになる、嬉しい、なんか勝手に。でもすごいすごいね、ずっと笑ってました。今日楽屋でもずっと賑やか、楽しかった。そう、お母様のお手紙も素敵で、でもめっちゃおもろいんですけど、これ話していいのかわかんないんですけど、話しちゃいます。ダメだったら内緒にしてください。あの、私前この間ひなにひなと生誕の話してて、なんかひながひな、なんかお手紙の話になって、誰からだと思うって、私その時全然誰からか知らずに、そう、誰からだと思うって話したら、なんかもうお母さんに、なんか、あ、そう、なんかお母さんが、そう、手紙のお願い来たんだよねみたいな、どうしようみたいなそんな泣ける手紙書けないよみたいなお母さんが言ってたんだって。めっちゃ可愛くない？もうそれ何にネタバレしちゃうのって超面白い。めっちゃ何の 悪気もなくネタバレ超隠す気ないそう来たのって超可愛い、ミサエさんミサエさん最高で、しかもなんか、そう、なんか夢の生誕祭を見たんですって、ミサエさんが。それでちょっと夢ちゃんのお母様のお手紙とか、なんか内容かぶってるところあったみたいな、そう言ってたんだって。でしかも、どうしよう、夢ちゃんのお母様との手紙の半分ぐらいしか書いてないみたいな半分だか3分の1だかしか書いてないみたいな言ってたんだよねって言って、めっちゃネタバレするじゃんって最高、お母さん大好きもう面白すぎる。だからもうさ、ひなもさ感動してるんだろうけど、もうさ、いろいろ事前情報を聞きすぎてさ笑っちゃいそうだよね、聞いてて。お手紙めっちゃ素敵なお手紙だったけど、そう、私感動したけど、その話を私は聞いてたから、もう面白すぎてそれを思い出しちゃって、私はその話をめっちゃ面白い。でもひなのお母様めっちゃ綺麗、めっちゃ美人さんなんです。ミサエさん可愛い、ありがとうございます。ミサエさん超好きです。じゃあ、めっちゃ美人だし、なんか、そう、ひなんちにマナとユナとユメで、そう、マナヒナユメユナでお泊りして、そう、お邪魔した時に、そう、晩ご飯をごちそうになったんですよ。ごちそうしていただいて、ね、お母様の手料理をね振る舞っていただいたんですけど、もうめちゃめちゃ全部美味しくて、え、こんなの毎食これ食べたら、え、もうなんか、え、もう残さず食べすぎて、別に食べる、そのめっちゃ栄養考えられたメニューなんですけど、私めっちゃ美味しいんですけど、もう美味しすぎてもうたくさん食べちゃうから、え、これ太っちゃいそうって思った、私だったら。美味しすぎて超美味しかった。いいでしょ、ミサエさんの手料理食べました、めっちゃ美味しかった。なんかすごいね、温かい家庭でしたウーバーイーツしてもらわなきゃ。
避難地の避難地から出前取ります。めちゃめちゃ美味しかったです。すごい綺麗で、そう、妹ちゃんも可愛いし、お父様もすごい優しくて素敵な、すごい朗らかな方で、ねえ、ひなは本当になんか温かい家庭で育ってるなって思いました。うん、可愛い。でもそう。なんか今日のアフタートークの話でも出たんですけど、本当に妹ちゃん思いで、そうひまわりちゃん思いでそうめっちゃちゃんとお姉ちゃんしてるんですよ。めっちゃそうちゃんと妹ちゃんの前でお姉ちゃんだった。すごい可愛かった。なんかメンバーの中だと、クールなキャラではあるけど、そのちっちゃいもんクラブのメンバーだから、お姉さんクラブ、お姉さんクラブ、なんかおっきいもんクラブの人と話したりしてると、なんかちょっとやっぱさやとかといると妹っぽかったり、そう全然なんか私とかはめっちゃ同級生みたいな感じで喋ってるけど、でちっちゃいもんの中でもなんかお姉さんって感じではない、全然クールだけど、ちっちゃいもんみんななんか横一列って感じで、お姉さんって感じじゃないんですけど、見てる感じがね、そう。でもなんかそう妹さんの前では、あ、ちゃんとお姉ちゃんだなと思って、なんかほっこりした。勝手に可愛い。そうすごいしっかりしてるひなは、すごいよ。もうなんかひなが今日そうなんか話してスピーチ話してて、途中でこう涙を浮かべるシーンがあって、そうで言葉に詰まっちゃうしところがあったんですけど、なんかもう生誕祭でもうこう一生懸命そのファンの方に頑張れ、ありがとうございますね、ファンの方にこう猫ちゃんありがとうございます、あと猫ちゃんね、こう気持ちを伝えて一生懸命言葉にしてる姿を見て、もうなんかでもすごくは気持ちがわかるというか、そういう言葉にすると涙がなんか一緒に出ちゃうのがすごくわかるんです、気持ちが。だから、あ、なんか自分は泣きたくないなって思っちゃう、それを見てるとなんか泣いちゃうんだろうなって思うし、泣きたくないなって思う。くまさんありがとうございます。それでもこうやってね、初めての生誕祭立ち会えてすごい嬉しかったんですけど、そうでもひなが泣いてる姿ってあんまり、そうメンバーもそうチャイモンのみんなも言ってたけど、そうなんかあんまり見ないんですけど、私はちょうど1年弱くらい前になんか一回ひながこう涙してる姿を見てて、でちょうどその時一緒にいて、なんかこう慰めてる人間だったんですけど、たまたまそこに居合わせたのが私だったっていうあれなんですけど、その時はなんかもうでもすごい、でも逆に私はその姿を見てちょっとほっとしたというか、なんかそういう姿を見て、あ、なんか年ちゃんと年そうすごい大人びてるから、なんか普段なんだろう、多分ファンの方もなんだろう、ファンの方っていうかひなのファンの方は分かってると思うけど、あんまり NGT の他の子を推してるファンの方からしたらどういう子なのか、いまいちなんかクールな子みたいな、大人な子みたいなイメージ強くて、そうちっちゃいもんだけど、そう年の割にもう大人みたいなイメージが結構あると思うんですけど、それで私もそうですね、なんかそう年相応だなって感じる姿も全然なんかそうやってキャピキャピしてる時とか見るんですけど、なんかそういう心の奥底のところで、そうちゃんとなんか
なんか年相応に泣いなんか涙してる姿をその時見て、あ、なんか安心したというかなんか素直になんかこう泣いてて年上のメンバーに慰められてっていう姿を見て、あ、なんかちゃんと年相応なんだなって思うし、ちゃんとこの子もなんかそうやってそうやって泣ける場所があってよかったなって思うし、そうそうやなんか泣いて優に電話したみたいな話もしてたけど、そういうクールだし、そういう 弱いところあんまりメンバーに見せないけど、それを見せれるメンバーがちゃんといてよかったなって思うし、思いました。金メダルありがとうございます。花冠ありがとうございます。メダルやって思いました。だからでもその時を見て今日の姿を見たら、なんかその時とは全然違う涙で、なんかそういう、そういろんな思いがこもった涙だけど、なんか今日話それででも泣きながらも一生懸命話してちゃんと感謝の気持ちとかこれからどうしたいとかちゃんと自分のこと考えてる姿を見て、考えて発言してる姿見て、すごいなんかこう強くなったなって言ったら、すごくなんか上からっていうか保護者みたいな強くなったなみたいな、なんか先生みたいなそう言い方になっちゃうんですけど、でも本当になんか大人になってるんだなって思う。みんな着実に、なんだろう、そう大人になってるんだな。可愛い、ありがとうございます。そう、なんかメンバーの生誕祭をもう今月4回参加させていただいて、参加してないメンバーの生誕祭も DMM で見させてもらったりしてて、でも生誕祭たくさん見たけど、すごいなんかどの生誕祭もすごいなんかメンバーのなんかいいところがたくさん見れるし、ファンの方の愛もたくさん感じて素敵メダルありがとうございます。でも今日は本当に私司会でもないし、お手紙でもない、もう役職ゼロ、もう荷物運びみたいな役職だったので、もう気が楽すぎて、もうアフタートークとかもずっとなんか端でポケッとしてなんかチャチャ入れてそうガヤだけ入れて、そうでたまに喋ってみたいな、すっごく楽だった。もう夢の時は司会が本当に緊張しすぎて全然逆に自分の話する余裕がなかったし、まあ、夢の時は自分がしゃしゃりすぎないようにしてたのもあるけど、そう今日はいい位置に入れた程よく気楽だったそう、優がお手紙読むのすごい緊張したって言ってて、わかるよって。私も一回弥彦の誕生日、弥彦の生誕祭、初めての生誕祭で、待って時系列が分かんなくなっちゃった。去年かの弥彦のあの研究生公演でやった生誕祭で私お母様からのご家族からのお手紙を読ませてもらったんですけど、もうどう緊張して、もうあのね、そう
もう絶対に噛まないこととイントネーション間違わないこととってめっちゃ練習したので、ゆっくりっていうか聞き取りやすく早口にならないこととってめちゃめちゃ緊張した。なんか自分が書いた手紙を読むならまだしも、お母様からのお手紙代読なんてもう重荷すぎて重役すぎて、そう自分が書いたならさ、なんかヤッホーみたいな、なんかもうそんなノリでさ、もう自分の文として読めるからいいけど、もうね、すごい人様のお手紙をね読ませてもらうのって結構プレッシャーですよね。しかも人前でね、お星様ありがとうございます。だからゆうを見て、わかるよ緊張する、わかるよって。だからお手紙読むメンバーが噛んじゃってもね、許してください。私も噛んだと思う、ゆうひこの時。そう、かほとかお手紙読むのめっちゃ上手。もうドラムメモの生誕祭2回今すでにやったんですけど、どっちもかほがお手紙読んでくれて、かほのお手紙のなんか安定感すごい上手。そう、さすがです。もうなんか喋るのもともと上手だし、話し方もなんか上手だし、やっぱさすがっす。マシモさんさすが、ラジオで培ったものがあるんでしょうか。すごく声もいいよね、聞き取りやすい。だからそう、今後もカホがいる生誕祭ではカホがお手紙役になるんじゃないかと思う。ね。すごい、でも花冠可愛かった、ひなの、ゆめのも可愛かった、みんな可愛かったな。力も可愛かった。なんか帽子みたいな、おしゃれ。みはるさんのなんか大人っぽくて落ち着いた感じで可愛かった。なんかそう、なんか先輩方とかはなんか数回目の生誕祭という方もいらっしゃるじゃないですか。だからファンの方はね、なんか花冠とかお花とかディスプレイとか、去年はこうだったから今年はこうしようみたいなさ、そういうなんか考えるんですかね。でも耳ついてるのめっちゃ可愛いなって思った。でも私別にクマでも何でもないし、なんか耳ついてるもののイメージないし、ペンギンは耳ないしなみたいな、だからちょっともうね、望みは薄いですね。耳がつく可能性はないなって思いましたね。花束とかもね、すごいあれだよね、なんか色とかもさ、最初の年はサイリウムカラーだとするじゃん、次の年もそうするかとか迷うのかな。なんか花冠とかさ、初年はのサイリウムカラーだったとしたら次の年はどうしようみたいになるよね。全く同じもあれだよなみたいな。金メダルありがとうございます。アイスありがとうございます。花冠ありがとうございますね。すごい可愛かったひな。なんか泣いてる女の子を見るとなんかキュンキュンしちゃう。なんかすごい好きなんだよね、泣いてる女の子見るの。ガニャニャさん、あのアイナさんの生誕祭の時のニャニャさんが可愛すぎて、なんかニャニャ、あのレイニャさんからお手紙で、そうアイナさんがそれで泣いててめっちゃ可愛かった。泣いてる女の子かわいい。うん、
とおり、ありがとうございます。わかる、私今日眠いんだよね。なんでだってね、昨日全然眠れなくて、私今日2時間睡眠なんですやばいよね。公演の日って眠れないんだよね。ご飯は食べたんですけど寝れなくて、昨日眠たい。ハートありがとうございますそうやばいよね。なんか早く寝なきゃいけない時に限って眠れなくて、そうびっくりした。寝れなくて怖いくらい眠れなかった。そう暇だった。でも夜でも別にさ、でもそれで私は分かってるから、その携帯とか見たら余計眠れなくなるって分かってるから、私は携帯は絶対に触らないっていう強い信念を持ってたの。しかも消えて2時間睡眠って言ったじゃん。お疲れありがとうございます。あのでもそのもともと当初起きる予定の時間の1時間前からアラームかけちゃって、なんか分かんないけど全然、でも普通に間違えて1時間間違えてかけて、そうちょっとどうしてくれんのと思ってだから実質1時間寝て1時間後に起こされてるんですよ。疲れありがとう。そう信じられない。もう今日で7月終わるんですけど、信じられない。待って今思い出した、やばい、7月終わっちゃうよ、どうしようね。そうなんです、あばめっちゃ壁蹴っちゃうじゃない、肘打ちしちゃう。あと何分だ、 あと1時間くらいですね、ちょうど。8月です。8月だよ。8月って怖いよね。もういよいよカウントダウンするよいよいよカウントダウンしなきゃ。いやどうしよう、どうすればいいんだろう。誕生日ってどうしたらいいんだろうね。別に何かすることもないよ、カウントダウン別にする、別に。うん、ハイビスカスありがとうございます。別に自分の中でカウントダウンするだけなんで、でも普通にないんだよね、考えてるもん一個も考えてない。ハッシュタグいいよ、対馬えなこ生誕祭2021。あれって決め、みんな自分で決めてるのかな、ああいうさハッシュタグって、なんちゃかかんちゃけなんちゃべウェイみたいな。金メダルありがとうございます。自分で決めてるのか、それともファンの方がさ、有志の方が決めてらっしゃるのかしら。どうしようね。でもちょっと全然いいの思いつかないから全然いいの思いつかない。いや、まあ、なんかいいの考えてくれたら勝手に使ってください勝手に自分で、なんか皆さんそれぞれもう全然統一しないそれぞれがもう自分でいい考えていいハッシュタグをつけるみたいなオリジナルハッシュタグで、もう何でもいいよ、もう勝手にハッシュタグ作っちゃえね、20歳のおじさんだいぶなんか矛盾が見られる何でもいいよ、20歳のようなおじ、いいと思う、すごいいいと思う。みんなあれ、なんかいいハッシュタグ考えて自分でつけてね任せします。
そうだ、クラクラの MV のはし、あ、はっきり言ってほしいのミュージックビデオの裏側、メイキングじゃない、裏側みたいなのが公開されたんですよ。リカさんの YouTube チャンネル見ました？私まだ見てないの見た？みんな見たいんだよね。お疲れありがとうございます。なんかワンちゃんこの配信で見ながらみんなと見ようかなとか思ったんですけど、みんな結構見てましたね。もう見てるね。もう何分ぐらいあるんだろう。嬉しい、私 YouTube デビューしちゃった。キャー、16分とか見たい。今見てもいいですか？今見てもいいですか？今見てもいいですか？いい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 いかな。いいよ。え、これってさ、イヤホンつけた方がいいのか、ちょっと失礼、イヤホンつけた方がいいのかな。ちょっと音垂れ流すのちょっとあれだよね。なんか YouTube だけど著作権的ななんかありそうで、ちょっとあんま私法に触れたくないからイヤホンするね。やった、イヤホン取ってきます。さよなら。よいしょよいしょ。よいしょ。嬉しい、近場にあった。探さないとないかと思ったら近場にあった。嬉しい、近場にあファミリー、はい、ただいま。じゃあ同時再生します。でも広告とか入ると同時になんないよね絶対。まあそれも人生、それもしょうがない。ただいま。私はこの有線イヤホンしか持っていないので、しっかり有線で聞いてみます。もうボロボロなの、しかも超古いタイプで、見て、もうここのさ、このこれをつけないと使えないタイプ超古いやつ。それでは再生するので、皆さん準備ね、いい感じだったらちょっとあれです、同時再生してくださいぜひ。ぜひ同時再生してください。あ、ちゃんとチャンネル登録してますか皆さん。まあ、当たり前ですよね、してますよね、そりゃ。流すよ、いきますよ。あ、ばいきます。 3,2,1 レッツゴー。キャーつけちゃった。あ、すごい、映像が綺麗。え、すごい、こんなエモい映像撮ってくれてたんだ。なんか知らなかった、こんな映像撮ってくださってたんだ。めっちゃエモ。あ、衣装さんが、あ、また並木さんがすごい、並木さんと衣装さん出てらっしゃるんだ。そう、わかる、なんかアーティストさんって感じ。リカさんがお話ししております。そう、プロデュースユニットについてね、お話ししてくださってます、リカさんが。すごいよね、シングルのカップリングに入れてもらえるなんて。私は今でもちょっと嘘じゃないかと思ってる。だって最初はさ、私聞いた時なんか公演をするみたいな話を聞いてたんですよ。話がぶっ飛び、しかも公演はしてないっていう、逆にリカさんのこのブランド、す
ごい可愛いですよね。尊い、ありがとうございます。嬉しい。なんかリカさんからこの子はこういう衣装でっていうね、あの形が違う衣装があったじゃないですか、白い衣装。あの衣装はリカさんが衣装さんにこの子はこういう形でみたいな風に言ってくださって、ああなったんですって。嬉しい。あ、広告入った、残念、私はまだ入ってないえ、超かわいい。あ、この監督さんもねすごいかわいい方でした。小越はるかちゃんです。あ、すごい名前が出る、かわいいロゴの、かわいいロゴの名前が出る、すごい嬉しい。そう、小越はるか、クラウディクラウディって出てくる。あ、広告入った。え、私広告入んないんだけど、すごくない？無線で見てる、無線は無線なんですけど。あ、私紹介されました。私まえなこちゃんです。そう、寝癖ヘア、そう、ずっとねカメラを回してくださってて、でもこんな綺麗な映像を撮ってくださってたなんて知らなかった。あ、すごい MV の撮影の裏側がすごい、めっちゃグリーンバック。私あれまだ CD の特典のメイキングまだ見てないんですよね。かわいい、ありがとうございます。そう、そっちも見たいんですけど、見なよって感じなんですけどね。でも CD のねあれ特典にはまだあれですよね、あの対談みたいな、並木さんとか衣装さんとの対談はないと思うので、この YouTube でしか見られないですよ小林さん良い衣装入りましたいいね、ありがとうございます。そう、春ね16歳なのかわいい、かわいい。前髪割れてるワイドおなじみ並木さんです。すごい嬉しい。そう、前回の YouTube の並木さんがね登場されてた動画も見たんですけど、めっちゃ可愛かった、全部可愛かった。ありがとう、こちらこそありがとうございますすごい、3人はおとなしくていい子って紹介されましたかわいい。リカさん華奢、なんかつまめそう。そう、このね撮影の裏側、当日に振り入れしたところがあって、振りが変更になったところがあって、もう後ろの方でみんなで一生懸命練習しておりました。本当にもう一生踊れないと思った。ホテトグループって結構あるあるっていうじゃないですか、当日振り入れとか当日変更みたいな。そう、かわいい、アイスありがとうございます。でも私振り入れが早くないので、むしろ遅いので、そう絶対に
無理。かわいいリカさん。あ、広告が入りました。広告が飛ばした。あ、3秒で終わった。もう終わった。あ、伊勢尾さんが登場です。風船ありがとうございます。浅野さんという衣装デザイナーさんです。え、すごい、いつの間にこの動画撮られてたんだろう。当日ですよね。全然知らなかった。休憩中とかね、時間を縫って。あ、みんなも広告入ってました。すぐスキップできた、ありがたい。そう、あの展開のなんかネグリジェみたいな衣装をなんかこの間つぐみさんが再現したでお洋服を着てて、めっちゃ可愛かった。おしゃべり会でネグリジェの衣装のなんかクラクラの MV イメージみたいな、可愛かった。あ、ありがとうございます。ヒエミラーボールありがとうございます。ハートありがとうございます。天使の衣装めっちゃ可愛い。そう、アンティークっぽいんです。本当に可愛いの、すっごい可愛いの。なんかね、細かいお花がいっぱいついてて、この衣装でもパフォーマンスしたいなって思う。すごい、ナース衣装もすごい可愛いんですけど、マジであの白い衣装、なんか自分だけの衣装なので、あのそれぞれ形を、なんか形が人によって違うっていうか、ああいうのすごい憧れてたので嬉しい。だるまありがとうございます。お星様ありがとうございます。そう、衣装さんってすごいですよね。それを形にしてくださるのがすごい。そう、なんか、そう、なんか春が緑じゃないですか。でもその緑がそのグリーンバックで撮影するから、グリーンバックに透けない緑みたいなのをすごい試行錯誤してくださったらしいです。そう、消えちゃわない緑みたいな。そう、だからくすみ緑みたいな、すごい可愛い色。うん、そう、透けちゃう、大変だよね。そういうの考え回んなくない？でもそんなすごい。でも本当にその MV 撮影の本当当日の朝まですごいもう徹夜して頑張ってくださったって聞いて、もう寝ずにめちゃくちゃギリギリまで作ってくださってたみたいで、本当にありがたい。うわー、すごい。よりの映像の時にここになんかついてた方が可愛いなって考えてくださってたんだって。お、私の話。すごいすごい。私、え、ちょっと動画見てると思うんですけど、すごい
私そうパンツの衣装なんですよ、かぼちゃパンツの衣装なんですけど、そう、その上になんかこう羽織みたいなのがあって、でその羽織がめっちゃ薄いレースの羽織で、それがすごいふわふわして可愛いんですけど、その羽織があるがめっちゃ大事だな、大事というか、それがあることによってより可愛く見えるなって思ったんですけど、そんなこだわりを、なんか他のメンバーはスカートの衣装だから回った時のふわふわ感が他と変わらないっていうか、変わらないくらいそうふわふわ感が出るように羽織をつけてくださったらしいです。すごい嬉しいそう、10代メンバーの中に、あ、今衣装さんとの対談が終わりまして、リカさん24歳というお話ですあ、私が来ました、私が話、ちょっと自分喋ってるの気持ち悪い、飛ばしたいけど、ちょっと見とこう、何喋ってたか覚えてない。挙動が気持ち悪い猫ちゃんありがとうございます。もうでもよいしょって言われちゃった。でも本当にリカさんはさ、存在が素晴らしいじゃないですか。え、なんか春のお尻ってめっちゃプリッとしてるんですよね。すごい見た目がキュッとしててすごい好きなんです。かわいい、ありがとうございます。でもつぐみさんのこれはすごい共感を得られそう。え、そうだ鎖骨見られている、ツイートを見られているしかも惹かれている。え、つぐみさんの関節の動きってすごくないですか。わかるでしょう。そういうゆなおじを紹介してもらいました。おじおじ紹介で以上でした。あー、つぐみさんかわいい、かわいいかわいい、つぐみさん、かわいい、つぐみさんかわいい。つぐみさん、ウィウィさんなかったって言われてます。面白い。でもつぐみさん何やってもお上手で、そう、でも全部かわいい。なんだろう、ウィウィしたっていうか、ピュアピュア、ふわふわって感じで可愛すぎる。可愛い。あ、6歳違うんですか、つぐみさんとゆかさんって。そんなにとか言ったらダメですねあ、でも意外、そんなに差があるとように見えない。もう締めに入ってしまった。もう終わっちゃう。もう終わってしまう。
リカさんかわいい。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんな、あ、終わっちゃった、終わっちゃった。ありがとうございます。皆さんお付き合いありがとうございます。もう皆さんもね、見たらいいねとかコメントとかぜひ残してくださったら嬉しいです。そう、ミュージックビデオ、これを見てまた改めてね、ミュージックビデオも見てほしいですね。往復してくださいぜひミュージックビデオ、メイキング、この YouTube の動画、あとパフォーマンス動画とかいろいろね、全部ループしていってください。全部ね、何週でもご覧ください。たくさん見てください。あとこの MV じゃない、この YouTube 宣伝してねってリカさんに言われておるので、宣伝します。宣伝します。申し付け受けているので、嬉しい。そう、この YouTube のカメラが入ってて、当日そういつか載せていただけるのかなとずっと密かに楽しみにしていたので、すごく嬉しいです。わあ、じゃあツイートしますね。ちょっとツイートしますね。宣伝ツイートしますね。すごい、なんかでも本当に怖いよね。好きなアイドルの YouTube 公式 YouTube チャンネルに自分が登場している。ツイート中です無言失礼いたします。でも私ツイートとかメールとか全部文章を考えるのが得意じゃなくて、特にツイッターってなんて書いたらいいんだろうって、なんで学校お星様ありがとうございます。
らららら。追悼します。はい、しました。できた。もう眠くてね、眠たくて頭が回りませんね。そんな日もある。これも人生。ツイートしました。今帰りから LINE が来たんですけど、それはちょっと無視します無視します。後で返します。それはごめんね。帰り、眠たくなってきた。でも無視しないでって言ってる。ごめんね帰り。後で返すね。帰りは最近私に当たりが強いので仕返しですもう帰りは逆、なんか一時期逆に私にはまあまあだったんですよ。だからドラさんは基本私にはまいんですけど、最近帰りがそれでがこう親しこう親しどんどんね、メンバー同士親しくなっていって、あ、こいつ雑に扱ってもいいパターンだなって知ったんでしょうね。私のことこいつ雑に扱っていいやつだなって思ったんでしょうね、仲良くなるにつれて。それで今雑に扱われています。帰りに帰りってツンデレじゃないけど、そうやって言っといて私のことめっちゃ好きなんですよ。もうほんと嫌になっちゃう。そう、一時期私に可愛い可愛い言ってきてたんで、もう飽きたんでしょうね。最近会うたびに毒しか吐かれません毒しか吐かれません。だからもうそれ言われるたびに、分かったもううち来んなよって言ってます。分かったもううち来ないでくださいじゃあうち来ないでくださいって言ってますもうそのやりとりが最近の鉄板です。ビジネス不仲してます。もう私の家出禁、初めての出禁メンバー会議です出禁にします。そう、いや我が家出禁なんて人類初めてですよ。すごい、逆に快挙くなってきちゃった。お腹も空いてきちゃった瞬きの回数がどんどん増えています。あ、テラヒナの寝顔がどうのこうのみたいな話を今日アフタートークでしてたんですけど、自分の寝顔って大丈夫なのかなって最近気になるんですよ。でも誰にもない寝顔について一切触れられたことがないんですよ。そう、でも私目開いてることはないと思うんですけど、でも開いてたりするのかなって最近不安になっています。
それ言われないけどさ、でも言いにくいのかなみたいな、え、言いにくいのかなみたいなちょっともうひどすぎて、私あの寝顔ひどすぎて誰にも触れられないみたいな、もうなんか全部開いてるじゃん、口も目もみたいな、全部開いてるみたいなガールでもね、メンバー結構目開けて寝てる人います、バスとかで寝てるの見ると、移動中とか長い移動とかで目開けて寝てるメンバー結構見たことある、写真撮っちゃう。ハイビスカスありがとうございます。それですら愛おしいと思っちゃうよね。でも私白目ができないんですけど、寝てる間だったら自然とできてるのかな。でも開いてる、目開いてる前提で言ってるんですけど、上まぶたが足りないって意味わかんないよね上まぶたが足りないって何？超面白い。足りてるから、みんな足りてるから、足りてるからまばたきできてんのよ。超面白い。寝てる時目、あ、そうなんだ、目って上向いてるんだ、上に行ってるから勝手に白目になる。なんで上に行くんだろうね、深い。ほう、そう、まぶたが足りないから。頑張れ頑張れ、ありがとうございます。頑張れ頑張れ。え、今思い出した、なんかね、実家になんかすっごいうるさいキティちゃんの目覚まし時計があったんです。あれ、それは私のじゃなくて姉の所有物で、なんかでっかい、なんかキティちゃんのなんか人形みたいな、なんかキティちゃんの形を形取ってる、めっちゃこんなでっかい目覚まし時計があったんですよ。私の記憶ではめっちゃでっかかったんですけど、でも私が幼かったからめっちゃでかく見えてたのかもしれないんですけど、めっちゃでっかくてめっちゃうるせえうるさい かき氷じゃない、目覚まし時計があって、お星様ありがとうございます。そう、なんかそれもう壊れちゃったと思うんですけど、そう、でもその目覚ましの音がなんか頑張れありがとうございます、そう、なんか頑張れを思い出したんだけど、頑張れ頑張れ、きて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 みたいなえ、ちょっと真似したい。あ、記憶を遡って、金メダルありがとうございます。なんだっけ、頑張れ頑張れ、ちゃっちゃがちゃちゃっちゃがちゃみたいな、めっちゃうるさかったんだよね。なんかキティちゃんがね喋ってた、ハイローキティのやつだったんですけど、うるさかった。本当に目覚ましはいろいろ因縁があります。私はあとお姉ちゃんがそう使ってた目覚ましで、それこれは携帯のアラームなんですけど、携帯のアラームの音を姉がなんかアヒルの鳴き声にしてて、グヤ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 ってやつ、それあるんですけど、 iPhone の中に入ってる目覚ましの音であるんですけど、それが本当にうるさくて、なんか別に1回2回くらいで止めてくれるならいいんですけど、一生止めてくれないんです。なんかずっともう1時間とかも何時間とかずっと早朝からずっとそれ流してて、全然止める気ないし、と繰り返し、もうスヌーズでずっと繰り返しでもうなってる、もう信じられないくらいうるさかった。なんか姉と部屋分かれてるんですけど、分かれてるけど繋がってるみたいな感じで、なんかほぼなんかなんだろう、
うん、ちょっとなんか繋がってて、だからめっちゃ音とか結構聞こえるんですよ。なんかちょっと大きい声で呼べば聞こえるくらい。お互いドア閉めててもなんかそう聞こえるくらい繋がってるんですけど、もう本当にね、でも当時姉がもう反抗期真っ只中だったかな、なんかで私はまだ割と幼かった気がするので、だからこう言えないんですよね、怖くて。その時は、今だったら多分言えるけど、今は今は言えるけど、当時は絶対に言えなかった、怖くて。本当にキレたかった、本当にアヒルの鳴き声毎朝うるさいんだよってぶち切れたかったですね、本当にうるさかった。でも定番なのがもうアヒルの鳴き声か、なんか宇宙の効果音なの、宇宙のなんか宇宙の音がするアラームを使ってて、姉がもうそのアラームの音聞くたびにってなる、嫌い嫌いってなっちゃう。そういうの結構覚えてるタイプ、根に持つ根に持つタイプ。そう、姉が今見てないと信じる配信を頼むから見ていないでくれと思う。ねえ。はい、というわけでね、そろそろね、日付が変わって8月になるということで、もう今日の配信もそろそろお開きにしたいと思います。めっちゃ首痛い。最近なんか揉みほぐしみたいなやつ行きたいんですよね。っていうどうでもいい話です。失礼。それでは読みます。どうしよう。じゃあ8月の8月の運勢を占います。13位いくらちゃんさん、ありがとうございます。いくらちゃん、8月はじゃあいくらちゃんのモノマネ、某サザエさんのいくらちゃんのモノマネを2日に1回は絶対にしたらいいことがあります。いい夏になるでしょう、いい8月になるでしょう。12位、なんだろう、ぶたけるさん、たけしさん、なんだろう、ぶさん、ありがとうございます。なんだろう、いや8月はもう武士のように武士のように、あ、嘘ついた、やめた、武士やめました。8月はそうですね、じゃあ滝行とかやってみたら、なんだろう、ジャパニーズ文化侍的なつながりで滝行、私滝行やってみたいんですよね。でも絶対やりたくない、8月とかやったらでも涼しそうじゃない、やったら意外とちょうどいいみたいな、やりたくないですね。いいと思います、ありがとうございます。11位、友達あんさん、ありがとうございます。8月は、まあ、毎日私のあの生誕 T シャツ、あ、そう、今日ね、今日の公演でもうすでに今年の生誕 T シャツを着てきてくださった方がいらして、すごい嬉しかった、可愛かった、着てるの見て、いや最高のデザインをしてしまったと、もう頭を抱えた自分の天才さに。はい、というわけで私の生誕 T シャツをね、毎日着てほしいんですけど、まあ、毎日は洗濯とかの関係で難しいかもしれないので、毎日拝んでください10位なおくん、あとトマトオーケーさん、ありがとうございます。8月は、なんか家庭菜園のトマトとか栽培始めたら
いいと思います。ユナはミニトマト育ててました。美味しいよねトマト。ありがとうございます。キュウイ突破キュウさんありがとうございます。え、なんか順位変わった気がする。嫌な予感。じゃあ、突破キュウさん一回読みますね。8月は9だから、8月は毎日9回ひなこちゃんお誕生日まで何日っていうのを1日9回唱えるといいことがあります。絶対やりたくないね。12位、富之助さんありがとうございます。ちょっとさっき読めなかった方を読みますね。富之助さんは、富を得るためには、そうですね、津島優奈子を毎日、津島優奈子のことを毎日考えると、ね、富を得られると思います。ありがとうございます。超全く信憑性のないお話です。8位、ちーぼーさん、冷凍いちご買いました。ありがとうございます。私と冷凍かき氷配信、冷凍フルーツ削り氷配信なんて言うんだっけをするためにわざわざ買ってきてくださったんですね。ありがとうございます。意識が高くていいことです。じゃあもうその冷凍いちごを私だと思って美味しく召し上がってください。そしたらきっといい8月になります。7位、かずちゃまさんありがとうございます。そうですね、8月は私のお誕生日なので、えなこちゃんハッピーバースデーの歌を歌って動画を撮って私に見せてください。無理なお願いをするね。お願いします。ありがとうございます。6位、ココリコさんありがとうございます。8月は、そうだな、8月、どうしようかな、夏暑いので毎日水分補給をしっかりして、水分補給をするたびにリナの写真を見て、リナ子、対馬の子補給も頑張ってください。何のために、何にもならん。5位、たかたんさんありがとうございます。8月はそうですね、じゃあ私のことをゆなたんたかたんって呼んでください。8月毎日それで私のことを呼んでください。そしたらいいことがあります。4位、とうかさんありがとうございます。なんか耳鳴りがする、失礼しました、失礼、何でもございません。4位、とうかさんありがとうございます。そうですね、私思ったんですけど、とうかさんって呼んでるこのカタカナだと思ってるけど、実はとういちりきさんみたいな、とうかずりきさんとかだったら、その漢字の一と力だったらどうしようって思ったんですけど、ちょっとそれがちゃんととうかさんで合ってるかどうかちょっと証明しに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。3位、空白さんありがとうございます。そうですね、8月はまあ暑いので、なるべく日陰を歩いて、ちょっと日向に出るたびに、あ、ゆな子も同じ太陽に照らされてるんだぜって考えて、ポジティブに行きましょう。でもなるべく日陰を歩きましょう。でも日向を歩いてても、そうやって考えたらいいことがあると思います。ありがとうございます。2位、ドランキーさんありがとうございます。そうですね、8月は私のお誕生日にケーキにろうそく20本刺してください。
やんなくて大丈夫ですよ、嘘ですよ、冗談です、やらないでください、ありがとうございます。1位クラクラアットマサマサさん、ありがとうございます。そうですね、今日アップされたクラクラのね動画とクラクラの MV とパフォーマンス動画とメイキング映像と、もうすべてのありとあらゆるクラクラを、もう私20歳になるので20往復してください。無理だったら大丈夫です、ちょっとすみません、無理なお願いを。はい、というわけであと2分で終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。もう私あとちょっとで8月という現実をまだ受け入れられてないんですけど。皆さんどうですか。あ、初見の方今来てくださったんですね。もう終わっちゃうんですよこのルーム、ありがとうございます。あは、終わっちゃう、 あと20日で20歳、20日で20歳ってちょうどいい感じ。 あと20日で8月20日になって20歳になるとめちゃ20ですね私。終わります、あと2分、全然終わりますなかった。誕生月ってなんで嬉しいんだろうね、しかも20歳ってなんでこんな嬉しいんだろうね。ね、8月おしゃべり会も何回かあるので、ね、2日連続であったり、お誕生日当日にもさせていただいたり、すごい楽しみです。うん、嬉しい、どうしよう、嬉しい、楽しみ、どうしよう。そうですね、ドラさんみんな成人しますねこれで。いやー、じゃあまたね、おやすみなさい、あと1分です。おやすみなさい皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。それでは8月も頑張りましょう、バイバーイ。勝手に切れるのを待ってるんですけどどうなるでしょうか。おやすみ、バイビー。あ、切れない。